くさんのお客様にお集まりいただきました。フィッシャーズリーダーシルクロです。ダーマダスト満載です。ベケタンです。ボトキです。どうもフィッシャーズの方です。よろしくお願いします。これもすごいですね。これすごかった本当に。シルクがすごい。俺こんな顔してたっけ。唇の圧すげえな。唇って言うんじゃねえ。怖いですね。俺の衝動、そうですね、俺の衝動、まあなんかいつも強そうなイメージがあるから、はい、俺がなんかみんな吹き飛ばそうみたいな話になってめちゃジャンプしたもんね。そう、ポン飛んでくるから手も近い。そう、いやタイミング全然合わないじゃんみんな。なんかみんなガが強いからさ。そうだね。マサイさんもこの撮影をきっかけに最新のアンドロイド端末にされたと。それがですね、こちらにありますね。めちゃくちゃ良くなってます。そのアンドロイドの同期の機能を使いまして、 YouTube とかそのカレンダー、例えば Google Play Music とか自分使っているんですけども、全部それをこの新しい端末に移行することができるんですね。それがめちゃくちゃ便利で、もう本当にやりたいことのそばにいる。そのまんまですよ。マジでアンドロイドいいっすよ。ちょっと言っていい、はい、お前機械のことになるとめっちゃ喋るやん。あれ究極的コマ撮りスタジオにせっかくお越しいただきましたので、実際に作品作りに挑戦していただきます。はい、構えて、え、振り上げるパラドン。めっちゃ痛い。すげえ伝わるな今の顔。撮影です。これでコマ撮りの作品撮影が終わりました。いやでも本当にすごい楽しかったし、みんなで話せて共有できてよかったです。最高でしたね。ぜひ皆さんアンドロイドのね、お店とかドコモショップ足運んでみてください、うん、結構難しかったけど、うん、やっぱ達成感はそれなりにあったわけ。すごかったね。すごくあったから、ぜひぜひ皆さんもねコマ撮りもっとね挑戦してみてください。やっていくと本当にいいの撮れるんで、うん、せーの、ありゃー。